繰り返される退治、繰り返される拒絶、繰り返される友の声。自称神聖の将、お前は一体何なんだ。友達だ。大月かぐや、この人があの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いやインドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。黒ゼツ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは忠義だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ねえ、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、
ボロモ、ハムラ、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に汗が吹き出やがる。なんてチャクラしてやがんだ。まだ見つけない。こんなやつだ。せいぜい怯えろ。そして無様に死ぬがいい。ナルト、真の実力を出していない。分かった。甘い。しまった。さっさと呼べ。お前には届かない。頭、これは宇宙惑星螺旋聖剣。勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動け。
つらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと、アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。隣の体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何か、お前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。大切なお前が神の前に立つなよ。バカなんだ。俺は確かにお前の言うとおり失敗を繰り返し、おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに俺を支えてくれる奴がいい。そう簡単に潰れやしない。あとはもう、ウォーカさん、俺が壁にある。逃がさ、あとは頼む。こっち、ウォーカさん、これで始末。さて、こう準備 OK だ。やるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。
体が…おめえ…だが、奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オビト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだ、なんだよカカシ。そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで。最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友。笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。ん？その力はわらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい、
やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。オビト、ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。
丈夫か？どうやら限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え？何あれ？あれってば、俺の後ろの弾か？でも大きさが違いすぎる。あれは。大丈夫かい、母さん？もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、ヤツの言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、サクラちゃん。うん。行け。小さなチャクラ殿が、わらわを飛べ。わらわを舐めるな。甘い。なんてさっき、ここまで来てひるむかよ。残された時間は少ない。防御より攻撃、攻めるわよ。しぶとい。なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。あまり残された時間は少ないんだぞ。しまった。もう黒いのが目の前に。わかってる。逃がさない。もうこれで攻めて攻めまくるしかないってこと。ここまで。何なんだよお前たち。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。そんなめんじゃねえぞ。準備はいいな。ああ。
ャクラの祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ、チマスです。これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使いしばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢はつながっている。急ぎすぎたがマダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。
いかに後ろをついてきて託せる者を育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。どうじゃ。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すおかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍海大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。繰り返される退治、繰り返される拒絶、繰り返される友の声。辞書、神聖の章。お前は一体何なんだ。友達だ。